こんにちは、皆さんは、エラマスクの公式アカウントができたこと知っていますか？ちなみに、それがこちら。はい、しれっと、作られたエラマスク、しかも公認アカウント。で、これだけでも結構驚きなんですが、この件に関して運営の失敗も話題になっております。それがこちら。現在追消し済みなんですが、エラマスク公式を紹介するツイートとともに、エラマスクのフォロワー数をコミュニティで、増やそうまとな感じのツイートをします。多分そんなニュアンス、で、このチャレンジなんですが。で、こちらがそのチャレンジで、500K つまり50万人フォロワーがつくことが大前提のチャレンジですね。50万人、100万人、300万人、500万人、と達成するごとに、行われることが書かれています。50万人では、原神公式の名前をパイモンへ変更、100万人で、原神公式がエラマスクをフォロー。300万人では、原神公式が、エラマスクを、公式配信へ招待。500万人だと、エラマスクを CEO に加えるみたいな、ちょっと最後だけ和訳が倍。まあ、そんな内容だったんですが、実際は。はい、フォロワーは現在たったの6万人、一般人から数えれば多いんですが、チャレンジは最低50万人が必要、圧倒的に届きません。まるで、どれくらいフォロワー増えるかなって思って、Twitter を始めたけど思いのほか増えなかったみたいな悲しいパターンですね。まるでというか、そのまんまか。で、海外の原神公式は該当ツイートを削除、それが、話題になっているという話でした。ということで、これだけ、ご視聴ありがとうございました。